はい、アポロです。今日も聞いていただきありがとうございます。今日はですね、お金に対する感謝とセルフイメージという話をしていきます。まあですね、こうお金を稼ぐ上においてお金のマインドセットっていうのはすごく大事になってくるんですけど、こう例えばよくあるまあ話で、例えばブログでですね、こう何かお金を稼ぎたいっていう人がいて、まあブログでこうアフィリエイトなり、まあアドセンスでもいいですけど、なんかやるじゃないですか。で、その時に、こう、全く稼げませんみたいな人っていると思うんですよ。で、こんなに頑張ってんのに、なんか月にね、1000円も稼げないみたいなことを言って、まあこう、辞めてしまう人が多いんですけど、まあそういうですね、こう、小さなお金をバカにする人っていうのは、大体まあお金に嫌われる傾向があるんですよね。お金にね、そういう人格があるのかとかっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけど、やっぱりですね、あるんですよ、そういうのが。だからお金に嫌われる人っていうのは、なかなかね、そうお金持ちになることは難しいということなので、お金のマインドセットをね、正しいマインドセットを身につける必要があるわけですけど、だから結局ですね、まあ最初って誰もこう収益って小さいじゃないですか。その時に例えば10円稼いで、たったの10円かよみたいな感じでバカにしてると、結局その後ね、例えばそれがあと2年3年頑張ったら10万とかね、50万とかに増えたかもしれないのに、もうその時点でね、やめちゃうわけだから当然お金持ちになれないと。で、ね、10円の親は100円で、100円の親は1000円みたいな風に言いますけど、子供をバカにしたら親にも嫌われますよね。だから結局お金っていうのは小さいお金の集合体でしかないんですよ、ね、1万円っていうのは100円が100枚集まったものですし、100万円っていうのは1万円が、ね、100枚集まったものじゃないですか。だから結局お金っていうのはこう小さなものの集まりなんですよね、うん、だからそういうなんか1000円しか稼げないとかって言ってるんですけど、1000円稼げてるわけですよ。だからそれだけでもすごいことだし、今まで1円も稼げてなかった人が月に1000円ね、自力で稼げるようになっただけでもすごいことなんですけど、やっぱりそういうところを見てなくて、なんか月にね、30万欲しいとかっていうところしか見てないから、全然稼げないって言ってやめちゃうんですけど、だからこう、最初のうちっていうのは、そういうね、本当にもう、例えば、Amazon アフィリでね、5円稼いだとか、10円稼いだでやったとかね、アドセンスでね、クリックされて10円稼いでやったとかって喜ぶのはすごくいいことだと思うんですよ。お金に対する感謝というか、いかにね、この10円を稼ぐことが難しいことなのかっていうのがね、自分でもわかると思うんで、すごくね、お金に対してありがたみを感じるようになるんですよ。そうすると、まあ、お金に好かれるというか、たった10円かよっていう人はやっぱお金に好かれないじゃないですか。それよりも10円来てくれてありがとうって言ってくれる人の方が好かれるわけですね。で、ここまでは、そのお金のマインドセットの話なんですよ。これはすごくいいことなんですね。そういう小さなお金をバカにしないとかって。お金持ちの人も、ね、お金いっぱい持ってるからね、そういう何でもかんでも小さなお金を気にせず払わないかっていうと、そういうわけじゃないんですよ。お金持ちほど小さなお金もしっかりとこうこだわるというか、たった数百円でもね、本当にそれ払っていいのかどうかっていうのをしっかり吟味した上で、払うかどうかを決めるんですよ。だからこそ彼らはお金の使い方が上手でお金持ちになるわけですね。で、まあ、ここまではお金のマインドセットの話なんですけど、ここから先なんですよ。で、まあ、たまにこうね、そういうちゃんとお金に対して感謝できる人っているんですけど、あと先生で10円稼ぎました、よかったですとかね、喜んで、ありがとうございます、感謝してますみたいなね、ことを、まあ、例えばこうツイッターとかでつぶやいてる人とかっているんですけど、それって初期のうちはいいんですけど、ずっとそのスタンスでやってると良くないんですよね。これがですね、ちょっとそのセルフイメージと関わってくる部分があるんですけど、そういう小さなお金にずっと喜んでると、その、まあ、なんていうんですかね、お金持ちって、そういうお金が入ってきて当たり前っていうセルフイメージじゃないですか。でも、その小さなお金に喜んでる人っていうのは、お金が入ってきてありがとうって思ってるってことは、当たり前だと思ってないわけですよ。だから自分は稼げないからこそ、そういうちょっとお金が入ってきた時にイエーイって喜んでしまうっていうふうになっちゃうんですね。わかります？これがすごく難しいところで、ありがとう、ありがたいって、あるが堅いって書くじゃないですか。めったにないって意味ですよ。だからありがとう、ありがとうって言うってことは、それだけ自分にとってめったにないっていうふうに思ってるわけですよ。
本当にそう思ってるかどうかは別として、そういう言葉なんで、まあ結局そういうことなんですよね、うん、だからお金持ちはそのなんていうんですかね、もちろんそういう無駄な小さなお金を無駄にしたりはしないんですけど、例えばこうね、お金がこう入ってきた時にいちいちねやったーとか喜ぶかって言われたらそうじゃないじゃないですか。特にこう小さなお金、世の中の例えばそういうお金持ちを見渡してもらっても分かると思うんですけど、そういう人たちが例えばね、100円なんかこう商品が売れましたってなった時にどういう顔をしてるかですよ。その時にイエーイってなってるかって言ったらなってないじゃないですか。もう涼しい顔して、そんなのは当たり前ですみたいな、それこそ100円とかっていうレベルじゃなくて100万とか数千万とか入ってきても、もう涼しい顔してそれが当たり前ですみたいな感じになってる人が大半だと思うんですね。そういう大富豪とか呼ばれる人たちっていうのは、だから顔色一つ変えないんですよ。なぜならそれが自分にとって当たり前だから。もちろんお金のありがたみは分かってるし、ちゃんと感謝はしてるとは思うんですけど、でもそんな毎回毎回ね、商品が売れるたびにイエーイとか、もしくはねありがとうございます、クリックして10円入りましたありがとうございますとかってね、そんなのは言わないんですよ。だからここの部分の何て言うんですかね、バランスというかを考えていかないと、もちろん初期の頃からね、そういう何て言うんですか、お金を手に入れることに対して何も感じないってもそれはそれで問題だと思うんですけど、ただ自分がある程度稼げるようになったのに、その毎回毎回ね、このそういう入金があるたびに何かこう心が動くっていうのは、やっぱりそれが当たり前じゃないからそういう風になっちゃうわけですよ。だからそのある程度稼げるようになったら、今度はシフトしていって、自分はもう稼げて当然なんだっていうセルフイメージを持つようにしないといけないので、逆にそのね、ありがとうございますみたいな反応することによって、そういうセルフイメージが持てなくなるんですよ。自分は稼げないからこそ、こういうねちょっとした売り上げにも感謝しますみたいな風になるんですよ。そこをいかにこうね、心動かされず平常心で、自分にとってそれは当たり前ですみたいな風にできるかっていうのはすごく大事になってくるんで、このね、なんていうんですか、最初の頃はやっぱりそういう小さなお金をバカにせずに、一個一個ね、入ってきた時に喜んだりとか感謝したりっていうのは大事なんですけど、そのスタンスをずっと貫くと、お金持ちとしてのこうセルフイメージが持てなくなるんで、ちょっとね、なかなか稼ぐことは難しいですよっていう話なので、まあぜひですね、このあたりのバランスも考えてもらって、もちろんお金も大切にしながら、かつこう自分は稼げて当たり前ですっていうセルフイメージを持つようにするっていうことをですね、意識してもらうといいかなと思います。では今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。